グランサッソ国立研究所は世界最大の地下研究所である。イタリアのグランサッソ山の下にあり、インフンによる素粒子物理学の研究でよく知られている。地上施設に加えて山の下には広大な地下施設がある。最寄りの町はラクイラとテーラモである。ローマからは約 120km の距離にある。研究所の主な使命は低バックグラウンド環境を 実現可能なその特性と設備を活かして、素粒子天体物理学や原子核、天体物理学及びその他の分野の実験の場を提供することである。LNGS は他の3つのヨーロッパの地下層、粒子天体物理学研究所である、モダーヌ地下研究所、カンフランク地下研究所及び、ボールビー地下研究所と同じく共同グループイレウスの一員である。この研究所は、 グランサッソエモンティデッララが国立公園内にある地上施設と全長 10km のグランサッソトンネルに隣接する広大な地下施設で構成される。LNGS における最初の大規模実験は1989年に行われた。その後、施設が拡張され、現在では世界最大の地下研究所となっている。主な実験室として、 筒型ボールと天井のホールが3つあり、それぞれおよそ幅20メートル、高さ18メートル、長さ100メートルである。これらを合わせると、床面積はおよそ320百イコール6000平方メートル、容積はおよそ320百イコール95100立方メートルである。より小さなスペースと、様々な連絡トンネルを含めると、 施設全体では17,800平方メートル18万立方メートルである。実験ホールは約1,400メートルの岩で覆われていて、宇宙船から実験を保護している。約3,400メートル水投量の遮蔽を提供して、これは最も深い地下実験室ではないが、鉱山エレベーターを使わずに操業できるという点で非常に評判が良い。 2006年8月下旬以降、セルンのスーパー用紙シンクロトロンから、ミューニュートリノのビームが 730km 離れたグランサッソ研究所に向けて照射され、オペラとエクラス検出機によって検出されている。このニュートリノ振動の研究は、フェルミラボからマイナスへ向けて照射する実験の結果を改善すると期待される。2010年5月、グランサッソ研究所の理事、ルチア・ボーテノは、 オペラ実験は最初の目標、すなわちジュネーブからグランサスソ研究所に到達するまでの間に、ミューニュートリノから変化することで得られるタウニュートリノの検出を達成した、と報告した。ニュートリノがこの変化を起こすためには質量を持たなければならないため、この発見は素粒子物理学の標準モデルに何らかの欠陥があることを示している。 クオーレと呼ばれるニュートリノがマヨラナ粒子かディラク粒子かを決定するための努力がこの研究所で行われている。最近鋳造された鉛よりも古代の鉛の方が放射能が低いため、この検出器は古代ローマのナンパ船から回収された鉛で遮蔽されている。この遺物はカリアリの国立考古学博物館からクオーレに提供された。2011年9月、 オペラ共同研究チームのダリオ・アウチエロはニュートリノが高速で移動するとした場合よりも約60ナノセカンド早くオペラに到達したことを示す結果が得られたことを発表した。この超高速ニュートリノ以上の原因はすぐには解明されなかった。この結果はその後調査され間違っていることが確認された。これはオペラ実験室の受信機における光ファイバーケーブルの 接続不良によって引き起こされ、ニュートリノ到着信号に比べて、クロック信号の到着が遅れることによるものであった。2014年に、バレクシュノが初めて太陽の主要な陽子、陽子核融合過程からのニュートリノを直接測定した。この結果はネイチャーに掲載されている。この測定値は MSW 理論で説明される太陽ニュートリノ振動の理論を加えた。 ジョンバーコールの標準太陽モデルから導き出される予測値と一致する。これは太陽に燃料を供給する P、P チェーンに関する理解の礎石とみなすことができる。ありがとうございます。